決して自分の身内が事故に遭う、これは一言ではありません。あなたの大切な人が不慮の事故または怪我で、軽傷になってしまう、その時あなたはどうしますか？スイスイプロジェクト。こんばんは、スイスイプロジェクトのチンです。前回はですね、和歌山県白浜町での、僕のダイビングの動画を見ていただきありがとうございました。いつもは軽装ご本人に向けた情報発信が多いんですが、今日は、ご本人の周りにいるご家族の方に対する情報発信をしようと思います。さあ皆さん、ご想像してみてください。セミの鳴き声が聞こえる夏の日の日曜日の午後、突然あなたのスマホが鳴りました。スマホをパッと見ると、それはご家族の方からの電話です。電話に出ると声の主は携帯の持ち主ではなく救急隊員からでした。そして突然こう言われます。あなたのご家族が仕事中に交通事故に遭って今救急車の中です。とても重症なので今から病院に来てください。おそらく多くの方が自分が交通事故に遭うということを想像しないと思います。確かにその確率はかなり低いです。ただそれがご家族だったらどうでしょうか。それは家族の人数が多いければ多いほどその可能性は高くなります。決して自分の身内が事故に遭う、これは一言ではありません。あなたの大切な人が不慮の事故または怪我で、軽傷になってしまう、その時あなたはどうしますか。ほとんどの方はその時パニックになると思います。むしろ落ち着いて行動できる、その方が難しいかもしれません。でも本当に大変なのはその電話の対応してる時ではなく、その後の方です。軽装の知識がないままお医者さんから難しい説明を受け、いくつもの重大な決断を迫られます。もし仮にそれが交通事故であれば、警察との対応、相手方、そして保険関係の対応、さまざまな対応に迫られることになります。そこで今日は、もしあなたの大切なご家族が事故で軽装になってしまった場合、あなたはどういう対応を取ればいいのか、それに関する情報提供を行っていきたいと思います。スイスイプロジェクト。さあまず、あなたの大切な人が事故に遭った、当然救急車で病院に運ばれます。で、残念ながら軽装の手術というのはお医者さんの腕によってかなり異なります。ただ急性期の病院というのはこちらの都合では選ぶことはできません。むしろ受傷直後は1分1秒争わないといけないので、そんなことを考える暇はありません。そこはもう運任せですが、そこのお医者さんに任せましょう。ただそれ以上にもっとやるべきことがたくさんあります。ここではそのやるべきこと、それをご紹介しますが、あくまで人によって異なるということをご理解いただいた上で、ご覧ください。まず最初にやるべきことは各種手続きをしなければなりません。事故にあって手術、また入院に伴い生活は急変します。それに伴って、やるべき手続きっていうのも多くあります。まずは受傷者本人の、仕事をしていれば、休職、学校に通っていれば休学の手続きをしないといけません。僕の場合は当時大学生だったので、両親が、受傷後数日後に、大学関係者と面会をしてくれて、休学の手続きをしてくれました。また忘れてはならないのが、受傷者と伴って介護者の休職または、介護休暇の手続きです。受傷直後、急性期というのは、とても大変なので24時間、対応が必要となります。なので日中は家族の付き添い、これが必須になっていきます。僕の場合は、神戸の試合会場で怪我をして、その後兵庫県の災害医療センターというところに運ばれました。で、そこで入院生活を行うことになったので、実家に住んでいた母親は、パートを辞めて、神戸市内のアパートを借りてそこに住みながら、病院に通ってくれて毎日対応してくれました。このように受傷者本人もそうなんですが、周りの家族の、仕事を辞めるまたは休む、その手続きも必要になってきます。次に重要になってくる手続きは保険関係です。やはり事故、またはスポーツによる怪我、
ということに伴って、様々な保険の手続きが必要になってきます。保険関係のプランナーさんが身近にいればその方にご相談して進めるのがいいと思います。なので普段から家族が入っている保険、これを現時点で確認しておく、そのことも大切だと思います。例えば生命保険、自動車保険、他には各種団体の保険ですね。僕の場合はアメフトの試合中の怪我だったので、大学入学時に入っていたクラブ活動に関する保険、それから、アメフトの連盟に登録際に入っていた保険、ここからも保険金がおりました。そういう細かい保険もあるので、現時点今の段階で確認しておくことをお勧めします。また事故等の状況によっては、裁判、要は訴訟を起こす必要があるかもしれません。その際にもそれに伴う手続きが必要になってきます。僕の場合は、クラブ中の事故だったので、要は大学側に訴訟を起こすということも可能だったんですが、スポーツ事故に伴う訴訟は起こしていません。ちなみになぜスポーツ事故で、あれほどの労力を割いてまで、訴訟を起こすのか、皆さんご存知ですか？例えば練習中に事故が起こり、それが指導者側に問題があった、こういう時に学校側がそれを口封じをして、事実を隠蔽してしまう、そういうケースがあります。それをされると家族は自分の大切な、例えば息子さん娘さんがなぜこういうようなことになったのか、それを知ることができません。そしてその事実を知る唯一の方法が、裁判を起こすということになるんです。僕はこれまでスポーツ事故をきっかけとした訴訟を起こした、裁判を起こしたご家族の方に、いくつもお会いしてきたことがあります。多くの方々はできれば裁判を起こしたくはなかった、そうおっしゃっていました。なぜなら裁判を起こすと人間関係はむちゃくちゃになります。チームメイト、それから、お世話になった指導者、学校関係者の方、その方と争う、そういうケースも出てきます。でも事実を知るためにはその方法しかない、なのでしょうがなく裁判を起こした、そういう方も多くいらっしゃいました。このようにいくつも手続きが必要になってきます。仕事や学校に関すること、保険に関すること、また裁判に関すること、一つずつ、こなしていく必要があります。また今挙げた手続きに伴い、やるべきこととしていくつか残しておくべきものがあります。次はそれについてお話しします。スイスイプロジェクト、まずは本人の怪我の状況に関する記録です。この記録はできるだけ毎日つけるようにしましょう。この日に手術があった、翌日こういう薬を投与した、でこういう対応した、でもし可能であればその時こんな気持ちだった、そういうことをメモしておきましょう。これは保険関係やまた裁判、そういう時には必ず必要になってきます。また数年後当時を振り返る資料としてとても貴重なものになります。僕の場合は母が毎日記録を取ってくれていました。入院後半の時期になると、ほとんど僕に対する愚痴が多かったんですが、それでも今を振り返ってみるととても貴重な資料になっています。また現在、自分の怪我の経験に関する講演であったり執筆ってものをさせていただくんですが、その際にとても役に立つ資料となっています。また、手術であったり長期間の入院をすると様々な、書類が出ます。これもできる限り保存しておきましょう。例えばレントゲン写真のような検査記録、またその時服用していた薬の種類、こういうのも記録しておいた方がいいです。またその他には入院生活に伴う、何か物を買った際の、雑費に関するレシートや領収書、それからご家族の方がお見舞いに行く際に使用した交通費、例えばタクシーであったら領収書ですね、自家用車であればガソリン代、こういうのも残しておくと、例えば保険を、請求する、そういうやり取りの段階で、とても大事な資料になってきます。一見その時は必要ないと思うものでも取っておくと後々役に立つということがあるので、できる限り可能な範囲でいいので残しておいた方がいいですね。ただその時の状況によってはそこまで心の余裕がないかもしれません。その際は無理せず受賞者本人と笑顔で接する、このことを優先してみてください。スイスイプロジェクト、はい、いかがでしたでしょうか。急性期というのは意外と受賞者本人というのはケロッとしてるもんです。まあ要はまだ現実が認識できてないんでね。
それよりもご家族の方の方がやるべきことが多く、心理的にしんどいと思います。その時に、まあ、相談をして具体的なアドバイスをくれる、そういう人がいればいいんですが、まあ、なかなかそうはいかないです。なのでそういう時は一人で抱え込まず、周りの方と協力をして、またその時に今日のこの動画が皆さんの役に立てば幸いです。では今日はこの辺りで終わろうと思います。何か具体的に他に聞きたいことがあれば、コメント欄に書いてください。僕の方でそれは対応させていただきます。では次回もお楽しみに。チンでした。バイバイ。